ボンボンボンマックスアボーン始まりました。はい、今日は7さん抜きの3人でお送りしたいと思うんですが、はい、今日はですね、7さんの誕生日にサプライズをかけたいと思うんですが、そのアイデアを3人で出し合ってサプライズっていうよりか仕返しだよね。仕返しだよ、仕返しだ。私はね、1個ねやりたいのがあるのとか、これやりたいの。何やりたいの？人が入れる、うん、人が入れる。ああ、大きいの。そう、7個に1人だけコメント通りがありますって言って読んでもらって、うん、私たちいないで、あ、はいはい、いないで、でそしてナナさんって誕生日だから、うん、あのファンの方から、うん、あのもうこれ大きい、なんかすごい大きいなんかプレゼントが届いてるんですっていう、でその中に私たちが入って、あーバーンって出てくる。これなんかね、あ、すごい、あ、すごいね、ビッグサイズだ。なんかね、人が入れるくらいのね、こういう目映ってる、びっくり箱がある。なんかそのびっくり箱はずっとそこにリハ、なんか打ち合わせかなんかであったとして、うん、そこで例えばりっちゃんが来ないってなって、うん、で、ねるさん連絡取れないんですか、知ってますかって言って、昨日あたりから全然取れなくてっていう、なんかちょっとりっちゃんどうしたって言って、ちょっとみんなでわさわさしてみる。で、みんな集合ね、みんな集合、みんな集合してて、ね、どうしようどうしようってなって、うん、その時にどういうでりっちゃんが出てくるか見たよっつって結構シビアにするの、それを絶対くしゃみとかしそうじゃない、なんかさ、この中でさ絶対がいるみたいなプレゼントファンから届いてますって言って開け、りっちゃんがいない。そうか、そうするとシビアにするとダメだね。そうだね、なんかハッピーな方がいいね。いないと思ってた人たちが出てくる方がびっくりする。そう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 。そうだね。だから、ね、みんな打ち合わせじゃなくて奈々さんだけ呼ぶっていう。そうそうか、いいんだよね、やっぱりね。うん、そのパターンがいいかも。奈々さんを呼び出す。みんな集まってると絶対何かあるって。誕生日だからね。そう、誕生日だから。普通の日だったら全然、ね。確かにね。だからもう一人でだから。やっぱ一人だね、一人。もうまあ誕生日近辺が過ぎたぐらいにするか、うん、ちょっと忘れた頃に、あれ、7の誕生日どうなったんだろうぐらいのところに放り込んでも逆にいいか、忘れた頃に、じゃあまずその箱でしょ、箱をまず注文すると、うん、あとなんか他にもやりたいくす玉くす玉からゴキブリがいっぱい出てくる、ゴキブリがいっぱい出てくる、やだやだ、まあ、ゴキブリにゴキブリ返すのそれが一番いいかも。でもいいかもよ、りっちゃんがせっかくもらったあのゴキブリを再利用した方がいいじゃん。で最後に1個やね、プレゼントので、うん、そこで終わりと思いき いや、あと一言しか、本気のつもりが、本気のつもりが、それもそれもね、あ、でもいいじゃない、一人だ、なんかいいよ、ただこんなのあげるよみたいなちょっとリアクションが困るやつでしょ、困るやつ、あー、ありがとうみたいな、なんか幸せが訪れますようにって、四つ葉のクローバーとか探すのが大変じゃん。もう奈良さんのためにめっちゃ公園で探したの3日ぐらいっつって、でしおりにしてもらって、いいじゃん、いいじゃん、しおり、ちょっとなんか綺麗になるお水とかお水なんかあーって体の中からさ、綺麗になる、ね、もう45、え、ランバ 45? 45、そうだね、やばーい、45? やっぱこれ、いや、うん、綺麗になる水あげない違うから、それ本気で、本気でね、あ、いいんじゃない、でも、そして、うん、でも終わり、うん、そうです、うん、
いやー楽しそう、やばーい。レイナ、私たちは司会しよう、頑張ろう。そうだよ、なんかわかるんだけどさ、構造はこうだよね。あでこっち正面、そう正面にしてねっていう、そうするとこっちなんか何あれ何